美唄市の孔子内墓地には朝から家族連れなどが訪れ、墓を磨き花を供えて先祖の供養をしていました。新型コロナの感染防止でマスク姿が目立っていました。またこの墓地の周辺では春から熊の目撃が相次いでいて、警察や美唄市が啓発活動を行いました。熊を寄せつけないようお供えの食品や飲み物は持ち帰るよう呼びかけています。